ブラディスラフ・アレクサンドロビッチ・チェルヌシェンコは、ソビエト連邦の指揮者。レニングラードの生まれ。1944年から1953年まで、レニングラード国立アカデミー合唱団付属の合唱音楽学校で、エリザベート・アバノバに、ピアノ、アレキサンドル・パトリケーフに、指揮法を学ぶ。その後、レニングラード音楽院で、アレクサンドラ・ニクルソバに、合唱指揮を学び。 1957年に卒業。1958年から1962年まで、マグニトゴルスクの音楽学校の講師となり、その地の合唱団を指導した。1962年に、レニングラードに戻り、アマチュアの合唱団を結成して1979年まで音楽監督を務めた。一方で1967年には、 レニングラード音楽院に戻り、1970年までイリアムーシンの指導を受けている。1971年からマールイ劇場の第二指揮者を務め、1974年にはレニングラード音楽院の合唱団の音楽監督兼主席指揮者に転出した。1971年以降、母校のレニングラード音楽院のほかクリンカ合唱学校、 レニングラード音楽大学などでも教弁を取り、1979年から2002年までレニングラード音楽院の院長を歴任した。また、1974年にはレニングラード合唱協会の会長、1983年からロシア音楽協会の副会長、1986年からレニングラード音楽協会の会長などを歴任。 1991年にはソ連人民芸術家の称号をもらい、1994年にはロシア連邦国家賞を受賞している。カペルニーイン2013年4月6日閲覧。RU2013 年4月6日閲覧。ありがとうございます。